うん、いやたっぷり休ませていただきました。ありがとうございます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 。貸し切りだったな。素晴らしかったですよ。すっごいねノスタルジックな感じでね、パチンコ、スナック、居酒屋なんかいろいろついてて、まあ、ちょっとねレディーには、小汚いかなと思うんですけど、言い過ぎか、止めといてもらってね、まあ、朝食もありまして、僕3000台のプランで入ったんかな。お風呂もありますしね。ちなみにね、これねいっぱいなんか食べた跡があるんですけど、これ料理は社長が作ってるんですよね。ふんふんふん黒豆よ、ふん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 黒豆よ。鹿が来てた。おはようございます。おはようございます。ということで、本日はですね9月の、17かな、17高田松原、こちらですね、上の方に上がってきた弁天丼湯、いやほんと助かりました。いや昨日夜寒かったのでほんと助かりました。ということで、台風のね雨15時から降り出すということでね、駒を進めて向こうで休憩、どっかで休もうかと思っております。いやここまたぜひね来たい。なんかねノスタルジーな感じです本当に。ほんと弁天の湯ね、この系列がねどうやら浅草で雷ゴロゴロ会館といってね、吉本系の劇場をやってる場所らしいんですよね。今回はここから弁天の湯から上の方ですね、これが何だったっけね、浄土ヶ浜、あそうだ浄土ヶ浜ですね。 ありがとうございました。助かりました本当にね。というわけで山の上まで登って、そこから下道、もう下道しか行けないですよ。これ上はね高速ですけどね、そう高速からパッと降りてね、あの弁天の湯にも行けるんでね、ぜひ行ってみたらいかがでしょうか。港町いいですよね。僕もね実家長崎なんで、こういうとこ見るとね本当にね田舎懐かしいなと思います。それでねずっとねこれね、左折を出してたんで、あの法人のおじちゃんたちに、ウィンカーって出しっぱなしだよって言われてね、教えてもらいました。それもね出会いですよね。さあというわけで街中をうろうろしながら、もう本当に道決めてないんで、その都度その都度止めて、こっちから行けんちゃうか、これでどうかなみたいな、ほんと行き当たりばったりな旅でございます。さあ続き行ってみましょう。
雨が降り始めました。もう最悪やわほんまに。ではあのね、この後にねもっとねひどいのが来るんですよ。雨だったら雨宿りすればいいじゃんって思うかもしれないですけど、これね台風この時に13号だったかな。それがね日本海側を抜けて東北に来てるような感じでですね、その影響でこの雨も降り出してるんですけども、本格的に15時頃もこれ15時なのかな、まあ、降り始めるっていうことで結構急いでます。もう濡れてもびしょびしょでもいい。でもねパソコンとかそういうのはさすがにね壊れないようにビニールで重点的にねカバーしていってるんですけど、雨は一向にもう途半もこれもねほんと速そうに見えるけどめっちゃ遅いのも30キロぐらいでしか走ってないですからね。そして、こちらちょっとね路側帯か何か工事のやつかな、広場があったんでちょっとだけここでねご飯食べさせていただきました。もうね食べるのももうパッと終わらせてさっと行かないと本当に時間がない。自分で道をね調べていくのは大変ですから。さあそして山をこれ本当にねよく山登ったな。これ本当に大変なんですよね。キャブレターなんでいろいろエンジン内に入る空気をなんか自分で微調整しないと、天気によって微調整しないとね本当に大変なことになるんでね。さあ釜石大仏こちらの方に行くと思います。あ、これちょっとチラッと見えるぞ、チラッと奥にチラッと見えた見えた見えた、あれ見えた見えた見えた、あれ俺奥奥の見えるやつ、あれです、あそこの方に参りたいと思います。
LED パレードチェンジエントリースーツ。やばい状態ですね。危険だ、本当に危険。とりあえず行ってみましょう。もうね、本当にやばい。ちゃん、どこまで行った？だいぶ行ったよ。今ね、浄土ヶ浜。おお。岩手県だよ。岩手県。うん。いいとこだよ。で、今から台風だから。こっちは雨が降り出すから。もう浄土ヶ浜のビジターセンター。奈美子さんが教えてくれた、すごいいい施設なの。新しくできたやつ。そうそう、屋根付きで、中になんか入れるみたい。鍵もついてないから、多分閉めに来る人もいないと思うけど。で、今日は浄土ヶ浜。あ、着いたんだね。着いたね。いや、明日はもう。明日はもう動けない。いや、明日動けない。もう雨が降る。お腹すいた。はい、というわけで、浄土ヶ浜ビジターセンターに着きました。よかった。屋根もあるし、扉もあるし、やばい、コンセントもある。で、ここにテント張ればコロナ対策もバッチリですね。トイレで、そこにトイレしに行くと。あれ、ガラスなのかな、開いてるのかな。下ちょっと開いてますね、これ全部開いてる。はい、じゃあ今からちょっと作業します。時間もないんで。というわけで、ミニジープの中身全部出しました。気温が今20度ぐらいですか。もう台風の風が来てるから生暖かくなってんのかな。バッチリつけました。これがすごいんですよ。ガシッとね。後ろもこの、ほんと福島でおっちゃんとこいる時に作ったやつです。これは後々ちょっとこの辺りね、ここがさ、ここはちょっと雨風入っちゃうから、もう少し作りたいですね。動かないように石とか置きたいね。はい、バッチリ OK です。ラッピングさせていただきました。どうでしょうか、ミニジープ。そしてしっかり縛ってるから、もう風でぶっ飛ばないよ。飛ぶ年でスッスッと飛ぶと丸ごと飛んでいって、私が休んでるところにガシャッとなったりして。1日半ぐらい頑張ってね。バイバイ。
そろそろあいつがやってくるカミングスーンだと思います。ということで行ったところ電気が消されました。荷物減らすために福島に置いてきました。バフンだ。雨降ってきました。トイレからなんか止まってんのかなと思ったら女子トイレの方から2人出てきて軽に乗ってこっちに入ってきて私がいたらお互いに怖いだろうな。どうも LED パレードですって言ったらビビるだろうな。出発した。こっちの様子見てるのかな。こっちの様子見てる。急に電気つきました。今何時だろう。12時32分。どういうこと？ちょっと今から寝ようかなと思ったんですけど、急に全部電気ついた。8時15分頃消えたんですけどね。ちょうどいいからゴミ掃除しようか。片手前後炊いてます。私が汚したあれじゃないですけどね、ゴミ掃除しときますか。なんか謎の手袋があるね。おはようございます。6時ごろです。9月18日ですね。こっから広くなるのかな。普通の雨で終わりそうですね。ちょっと寝ようかな。そろそろバスが運行するようになんで警備の人が来たんで起きたいと思います。いい一日になりそうな気がします。雨がすごい。岩手県の浄土ヶ浜ってことです。すっごいですね。独り占めです。まあ何人かね観光の人はいますけど、無料のシャトルバスで30分に1本出てるね。台風の切れ間です。浄土ヶ浜バックに浜ラーメンいただきたいと思います。なあ、めちゃくちゃあっさり。うん、メタボとかして美味しい。すごいあっさりしてるんですけど、ミネラルめっちゃ入ってそう。わざわざ来てくれたんですか。はい、YouTube ライブ見てたんで。ああ、そうなんだ。はい、いやめっちゃ嬉しいな。周りに来るといけない。ダメだな、ほんと。
近くに来てると思って、はい、昔あの TT とね、はい、あの中尊寺とか中尊寺2人だけで行ったんだよね。そうですね、そうね、はい、いや撮影手伝ってくれて来てくださって、いやいやいや、めちゃくちゃいいとこやから。あー、ほんとですか、よかったです。わざわざ縁側を通してくださって、嬉しいな。あー、そうだ、もうだから今回はだから、はい、あ、これだ、これだ、そう、分かりやすい場所だから、ね、はい、はい、岩手名物のものばっかり、はい、岩手名物のえ、おーシミチョコ、岩手名物だ、岩手名物のクラムチャウダー。あー、そうだ、岩手名物の、うん、おーすこれでもう、そうです、岩手名物、私一番この缶のやつなんですけど、酒が飲めるぞ、酒が飲めるぞ。お、いい飲みっぷり。あっさりしてて、すごい飲みやすいですね。ちょっとラガー系なのかな。複雑な味なんだけど、爽やか。コクがある、いいですね、うん、これは飲んだことあるの？ないです。ないんかい。でも久しぶりに知り合いと会えて私は嬉しいです。え、流泉堂、ちょっと、それ亀岩かな。いや意外と普通。おっ、ちょっと、おっ、やっぱりセンスがあった。うわー、この深いな。タコブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。また頑張ってね、旅続けますんで応援よろしくお願いします。頑張ってください。朝ですね。旅をしてやりたかったことを一個やりたいと思います。最高。というわけでございまして、
隣にいらっしゃるのがですね、前々日になんか YouTube でライブ配信見てくれたということ、車中泊でしようと思って調べたらたまたま私の動画が出たということで、前日に見て来たらまたいたということでいきなり箸持ってますかって声かけられて、なんだろう箸でYouTube 見ました、箸持ってますかって、あのスーパーで弁当買ったらあ箸がないと思ってちょうどそこに僕ぶりって多分通ったんですよね。箸平井さん、平井さん、はい、平井さんが福島からですか、ええ、南相馬市、あ震災で全国的に有名になっちゃいましたからね、うん、そうですよね、悪い意味でいやいやいや本当にね、僕本当相馬の道の駅で助けられました、本当あそこ、あ道の駅、はい、寄られたんですか、寄りました、寄りました、旅してるんですか、いや車新しく買って、お新しい車で鳴らし運転みたいな、ええ、ちょっと遠出しようかなと思って、全道行くんですか、全道昨日行ってきたんです、あこれからの旅の様子を、はい、あのアップされるんであれば、はい、チャンネル登録して見させてもらいます、あぜひお願いします、ええ、もう見なくてもチャンネル登録だけしといてください、この動画も使わせてもらっていいですか、あいいですよ、はい、どうぞ、ね、まあ、もちろん許可得て撮影してますよ、はい、あの浄土ヶ浜はあそこは夏は海水浴場になるっていう、おお、なかなか見れないですね、あれ乗るってことですね、ですね、サッパ船、あ入った入った、まあれもね桟橋も持ってこないといけないから、まあもうちょっとかかりますね、でもやっぱ僕も一人旅なんで、こうやって喋りながら行くことないんですごい楽しいです、うん、ここまで来てるんだ、上がってきて、うわこれ、南相馬も広かったですね、あれ津波ですか、津波広かったですね、私ももう震災の次、津波があった次の日に、うん、もう目の前で見てました、うん、もう船がありえないところまで流されて、あ、そうですね、田んぼの中に漁船とかゴロゴロ転がって、あらら、次の日に歩けるもんなんですか、歩あの津波の来たギリギリのところまで車で、あまだま行って、はいはい、うん、でその光景目の当たりにして、ショックすごかったすごかったですね、あそこも船使うのすごい、これでアホの洞窟漕いで行くの大どこにあるんですか、ちなみに、この裏、この裏か、ここからでは行けないですね、台風行ったで最高の天気ですね、ね、こんなに晴れると思わなかった、これだけ日差してれば、うん、結構綺麗に見えると思うんですよ、いやー最高、おこれブル改造してフォークつけたんですよね、あーあのブルトーザーだ、うん、おおわ、おお、なかなか荒っぽいね。いやーすごい。で、はい。すいません、じゃあ一人お願いします。はい。よし、あ、2名ですね、はい、よいしょ、あ、乗ってきた、よいしょ、
いやー、カッパエビス余っちゃったの。ありがとうございます。ありがとうございます。これ絶景じゃん。すげえ。ここはもう、うわあ、これ外国人の人見たらもう本当に天国だと思うよね。さすが。浄土ヶ浜っていうだけありますね。いやゆっくり雨宿りできますね、ここでも。でもバス停の方が心地よかったな。うん、一晩は車置いちゃダメなんだ。あー、だから見回りとか来てたのかな。あー、すみません、すみません。いえ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 。だからそういうことで、うん、申し訳ないけど。はい。いやー、でもいい景色見れました。あー、よかったよかった。ありがとうございます。もうそろそろ出発します。はい、すいません。本日はこの浄土ヶ浜ビジターセンターより、もう山のルートすごいらしいんで、今日が本当に山場だと思います。いけるかな。あれ、あ、いやいや、椎茸さんからもらった日焼けのものです。おお、パパリッと。では出発します。ではまた。
い、というわけで始まりましたミニジープ旅。今回はですね、浄土ヶ浜から太郎行って接待行って小本川っていうとこ通るんかな、まあその距離でございますけど、まあ本当にね暑かったです。真夏日、完全に真夏日、もう皮膚はチリ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 言うし、汗は出てくるし、もう T シャツに着替えて出発しましたけども、かまあ本当にチャンネル視聴者さんのちいたけおさんからですね、いただいた飲む日焼け止め薬、これはもうすごかったです。本当にねありがとう。これが本当に効くのかちょっと分かんないですけど、飲ませていただいてもらっといて失礼だな、ね、まあまあね、飲ませていただきありがとうございます。この度ねいろいろ飲みながらやってたんですけども、はい、まあミニジープ旅に必ず必要だよね。というか、まあ、屋根を早く作れよって話だけどね。本当に雨降ると旅止まっちゃうでしょ本当。さあというわけで今回はですね、もうすごいこと起こります。ぜひ最後までじっくり見てくださいね。やばいですよ。この旅続けられっかな本当。いやしかし本当にこの旅でですね、いろんなもう震災以降見ましたけど、やっぱ自然の凄さ偉大さっていうかね、恐ろしさもうまざまざと見せつけられますね。こう2階までは全て押し流されて、3階も流されたんです。4階のね、4階まで水が来てたということで、とてもすごい津波ですよね。もうやっぱ岩手県なんかこう走ってると、もう沿岸はもう何もない状態ですね。ずっとみんな堤防を作ってるような状態ですけどね。今回やっぱミニジープ旅でね、2021年でしたけども、震災から10年、そしてオリンピックね、それがまあコロナでちょっとおかしくなって、本当はね東北の方をオリンピックも使って応援しようっていう話だったんですけども、それも全部ほとんどコロナでなくなっちゃったということでね。まあ皆さんよかったらね、東北の方にもう一度目を向けていただければと思います。
休ませてる間に水羊羹食べよう。オープン。水漏れがすごいから取り付けてもすぐ。コーヒーパーティーでもいかがかしら。お客様。クマが出ると怖いから早めに行こうかしらね。人間が一番怖いって言ってました。悪いことする人間も怖いけど、凶暴なクマも怖いよね。凶暴なクマを飼ってる悪い人間が一番怖い。ほんとここのぞって出てきたらもうエンジンすぐかけて音で驚か、あ、音かけとこ。いや、エンジン休ませようとしてた。出発した。怖い怖い怖い。いきなり来た。ガス欠だこれ。結構入れてたよ。え？もうないの？いや、こっちもないって。ここは危ないから。あら、ちょっとやばいかも。よし、熱い。
やばいぞこれ。ガソリンが入ってないね。暑いです。暑くて。ちょっとコーヒーブレイク。暑っ。あれ？斜め向いてるから。ガソリンがいかないんだ。やばな。ジープを下に向けて。閉まってたしな。あ、来た。おお。ちょっとガソリンが一回行くまで。ちょっとこう。行くぞ。乗り切るぞ。してくる疲れたなまだまだ先長いけどこれから僕の知らない景色が広がってる青く高い天井下走り急いだたまに足がもつれ休憩してもいいかな周りの評価は高いはずなのに僕だけ取り残された気がしてたずっと続く空でも焼けて雲みたいになってても
ちょっと。邪魔だから。閉まったのか。